ロードゼットは、スーパー戦隊シリーズの英語版ローカライズとして、制作されたアメリカ合衆国の特撮テレビドラマ、パワーレンジャーシリーズの複数の作品に登場する、架空の人物。初登場は、パワーレンジャー第61話、悪の帝王ロードゼット。日本版のスーパー戦隊シリーズには登場しない、オリジナルキャラクター。他の銀河系で、闇の世界を支配してきた悪の帝王で、10億年前に、 リタ・レパルサに、地球征服を命じた、黒幕、e p に、日本語版における一人称は我が輩、銀と赤の入り混じった人体標本を思わせる不気味なボディに身を包む、強力な魔力を待ち、その力は、ゾドンと、ほぼ同等であると自称する、e p さん。だが、その魔力を維持するためには100年に一度の睡眠が、必要、EP4。融通が効かない性格で、 人間に敗北することを何よりも嫌い。EP5、部下の進言を聞き入れようとしないだけでなく、EP6、作戦が失敗すると感触を起こして、責任を何もしていない部下たちに押し付けて、怒鳴り散らしている。EP2、相手の心を狙った、心理作戦を得意とする。好物は、エビステーキ。EP7、また、マスクドライダーに登場する、ドレゴン伯爵とは、仲が悪く、 名前を聞いただけで、嫌いだと発言するほど、EP8、Z スタッフロード、Z の持つオロチから返事た杖で、破壊されると元のオロチに戻る、EP9、パワーレンジャーオペレーション、オーバードライブに登場する、息子のスラックスも同じ形をした杖を使っている。この杖から発せられる稲妻状の光線で奇物でも、生物でもモンスターに作り変えてしまい。 死んだモンスターを簡単に蘇らせることができる。他者の肉体の拡大や縮小、ゴーレムの強化、他者への攻撃等の術も使う。巨大化。第2シーズンでは巨大化爆弾を月から放り投げ、モンスターを巨大化させている。第3シーズンでは、リタの杖と自分の Z スタッフを合わせて放つ光線で、モンスターを巨大化させており、Z スタッフが破壊された際には、 リタの杖を借りて、モンスターを巨大化させている EP9。その他に、ゴーグルから放つ赤い光線で月から地球の光景を見ることが可能。リタが一向に地球を征服できないことに豪をに癒し、彼女をゴミ箱型のカプセルに封印して宇宙に追放。自ら地球征服に乗り出す EP2。パワーの不安定なトミーを付け狙うが彼の実力は認めており。 自らの後継者にしようと企んだこともある。EP3。自らのゾードである、セルペンテラが完成するとそれに乗って、パワーレンジャーに直接攻撃を仕掛けるが、EP10。セルペンテラの欠点である燃費の悪さに悩まされる。EP11。100年に一度の睡眠をとっている途中で舞い戻って、北リタにより惚れ薬を投与され、彼女と夫婦になった。EP4。 ゾードンを倒すために2000年前から悪の化身アイヴァンウーズの封印されていたカプセルを探し求めていた。そしてカプセルを発見してアイヴァンの封印を解くがアイヴァンに裏切られスノードーム型のカプセルに封印されてしまう。その後はリタと共にアイヴァンと戦うパワーレンジャーを応援していた。アイヴァンが倒された後はカプセルから解放された EP12 コマンドセンターを破壊し、 パワーレンジャーに勝利したと錯覚して油断していたところをマシンエンパイアの襲撃にあって宮殿を破壊され一時的にマスターバイルの支配する銀河に避難する EP13 その後はアダムの見ていた夢の中に登場 EP14 そして行方不明になっているリートとゴルダーを探して地球の様子を探り EP15 リートとゴルダーの夢に現れて 彼らの記憶を復活させた後、EP16、キングモンドが倒されるのと時を同じくして、キャンピングカー型の宇宙船に乗って再び月に戻ってきた、来た EP17、トミーがマシンエンパイアに洗脳され、マシンエンパイアの一員となった際には、マシンエンパイアによる地球征服を防ぐため、パワーレンジャーに影から協力した EP18。EP マシンエンパイアに贈り物と称して爆弾を送りつけ帝国の支配者たちを破壊しどこかへと去っていった EP19 パワーレンジャーとの戦いに臨むディバトックスから電話を受け彼女と口論しているリタの横で眠っているのだがリタは彼のいびきをディバトックスに聞かせていた EP20 ブルーコマンダーが映した映像の中に登場ブルーコマンダーのセリフによればこの時期に 宇宙征服のためにマシンエンパイアなど、他の悪の軍勢と同盟を結んだとされる EP21 ダークスペクターが開いた像丼を捉えた祝典にリタと共に出席し、乾杯の温度を取る EP7 禅と悪の最終決戦に参加して、バイカ星をリタと共に襲撃し、圧倒的な戦力によってバイカ星を守っていたゴールドレンジャーを捉えて星を征服した後、 ゾドンのエネルギーを浴びて浄化され、人間となり、同じく人間となったリタとダンスに狂じていた EP22、マイティーモーフィンパワーレンジャーズファイティングエディション操作、可能キャラクターの一人として登場、パワーレンジャーズスーパーレジェンズ人間となった Z が、考古学者として登場、ジのクリスタルと呼ばれる異物を発見するが、そのクリスタルの力により、かつての姿に戻ってしまう。 クリスタルの力を使って歴史の改変を目論み最終ステージのボスとして自らのゾードに乗ってパワーレンジャーと戦うパワーレンジャーズスパーミーガフォスステージ10のボスキャラクターとして登場テレビシリーズではエド・ニールがスーツアクターを担当しロバート・アクセルロットが声を当てているニールはパワーレンジャー・イン・スペースにて人間体も演じている日本語吹き替えは エビハラヒデト、ロードゼットのフィギュアを持つロバートアクセルロット、パワーレンジャー、映画版では、マーク・ギンザーが、スーツアクターを担当し、声は、テレビ版同様に、ロバートアクセルロット、日本語吹き替えは、ゴーリ大輔、ゲーム、パワーレンジャーズ・スーパー・レジェンズでは、スティーブン・ブルームが声を担当。ゲーム、パワーレンジャーズ・スパー・ミー・ガフォスでは、トニー・オリバーが声を担当。 1994年に5.5インチのアクションフィギュアがバンダイアメリカから発売。1995年にもムービーエディションとしてパッケージを変更して発売。ムービーエディションは日本でも販売された。1994年に8インチのアクションフィギュアが発売され、翌年にトーキング機能を追加したバージョンアップ版が発売されている。 3.5インチの非可動フィギュアも1994年に発売された。2007年にスーパーアルジェンズシリーズとしてアクションフィギュアが発売。2010年にパワーレンジャーのリマスター版が放送された際に4インチのアクションフィギュアが発売されている。ありがとうございます。